オーディオブック動画、歴史的文献探索、秘密結社、明治33年1900年3月、フランス哲学博士フランソワ・リギョール著、1922年7月26日没。その12、秘密結社の用具、要約と補足。秘密結社11回でも触れた党員に提示する、暗示的で象徴的な道具の数々。国民国家、国教、宗教、父権を否定して、天性自然の絶対的な禁獣的自由を世界に広め、そうして、自らの世界支配の大伝道建設へと、党員、秘密結社の計略を知らない大部分の党員に暗示をかけるツールとして用いられている。フリーメイソンが建設を欲してやまない伝道とは、神明を崇拝する場所を示すものではなく、彼ら党員が集会する場所が宇宙そのものであることを知らしめるためのものである。このため、この伝道なるものの四方は、4つの極に達し、その天井は、青々とした天空の色になぞらえているのである。この伝道においては、未来人こそが神であり、それより他に神はなく、その上にも神はいない。これこそが、実に秘密結社フリーメイソンの目指す最終目的である。ここでいう伝道建設とは、他の章でも重ねて触れている通り、伝統的な宗教道徳を殲滅するのはもちろん、共産主義革命の扇動を含む、国民国家並びに天皇制及び立憲君主制を覆して、天性自然の禁獣的自由、つまりは秘密結社流の絶対的自由を、世界中の諸国家、諸国民を超えた存在として打ち立てることである。しかも、各国の中心に打ち立てる30章としている以上、中央銀行が、それである可能性が高い。少なくとも、国際銀行化によるグローバリズムの推進であることは疑いがない。紹介者中。なお、伝統宗教の因循姑息さとを論難するのはたやすいが、しかし、何も伝統宗教をあえて否定する必要もないのに、声高に否定せんとするのはなぜか。それは、神、つまりは、慈愛中心の世界観を打ち壊して、金銭こそが、唯一万能の神であることを打ち立てて、自らのための世界を作る打算があるからである。要は、金銭を神とする彼らの宗教を作るためには、伝統宗教が邪魔だからである。キリストは、言わずもがな、イスラム教は、利子を完全に禁止している。仏教に至っても、釈迦は、優雅な王子の生活を捨てて出家しており、金銭中心の世界観を一旦はひっくり返す作業をしている。秘密結社の用具。秘密結社の党員が集会する場所は、これまで述べてきた通り、工場、現場、販売と呼ぶ。この言葉は言うまでもなく、石膏商や土木工の言葉から借りてきたものである。大工や左官らが建築をしようとするときは、常にその傍らに工場を建てて作業しているのである。それだから、秘密結社の党員も、その集会のことを会議とは言わず、作業と呼んでいる。また、開会という言葉は使わず、開業と言っているのも同じ理由である。秘密結社が重視する意味に依拠して言うところの、社会が完全であった時代、天性自然の状態にあった時代、すなわち、太古の波乱に満ちた世においては、人々は、今日のような耐火航路を、巨大な建物を有していなかった。非常に狭く、みすぼらしく寂しい工場のようなもので十分だとしていたし、実際それで満足するしかなかったのだと。また、秘密結社は、党員の集会場所のことを、工場、現場、販売と呼ぶ代わりに、伝道と呼ぶこともある。しかし、ここで言う伝道とは、神明を崇拝する場所を示すものではなく、彼ら党員が集会する場所が宇宙そのものであることを知らしめるためのものである。このため、この伝道なるものの四方は、四つの極に達し、その天井は、青々とした天空の色になぞらえているのである。この伝道においては、未来人こそが神であり、それより他に神はなく、その上にも神はいない。これこそが、実に秘密結社フリーメイソンの目指す最終目的である。
秘密結社の計略を暗示する用具。秘密結社の党員に記号として提示するところの土木工たちの仕事用具から拝借してきた主な器具工具は以下の通りである。三角定規、これは秘密結社の括弧不抜、決して揺らぐことのない主義を示すものであるという。しかもこの定規によってこそまさに人間万事を律することができると豪語する伝統宗教道徳や文化の歴史蓄積を認めない。二角定規、物差しのようなもの、これは秘密結社の党員が行動を起こす際に左に右に規格された方針と判断とを意味する。党員はこの方針をやり抜かねばならない。水準器、これは彼らの言う特殊な意味の平等を意味する記号である。天皇制打破、国王を倒せ、宗教権力者を引きずり下ろせと。鉛直、垂直器、これは秘密結社の党員の持つ利害の観念にして国民国家の情念によって屈曲せず直立直行をもって国際金融化によるグローバルな利益収奪の目的を達成すべきことを指し示している。木槌、鉄槌、秘密結社の党員の持つ物質的な武力を示すものにしてこれでもって国民国家による百の障害を打ち破り百の反抗勢力を打ち砕いて中央銀行を核とした新しい世界秩序を打ち立てなければならないと。のみ、のみ、これは学芸そして作業の道具である。国民国家を壊し国民を洗脳する秘密結社独特の学芸および作業を完成させることの2つは党員が修練し、また秘密結社が奨励する唯一の事業であるとする。コンパス、これは力を用いる際に終始耐え忍んで入念な準備をしておかねばならないことを意味するものである。そしてコンパスの軸足の一脚は秘密結社の原動力としての方針、原理、中心、中核、出発点等を指し、もう一方の展開自在である一脚は迂回また迂回、回転また回転、持って至るところに秘密結社の行動範囲を画する演習を示すものである。鉄交換、テコ、これは大容量のものを上げる器具であるので秘密結社の固執するところおよびその自由独立の心を掘り起こして社会を解体するための強硬な事柄を支持するものである。礎石、眉間間の原石、これは太古の民の生活の状態を示すフリーセックス等。そしてこうした原石を磨き輝かせることは秘密結社の主義に従って行われる。砥石、これは秘密結社の党員が彼らが論乱する世の中の迷信と圧政、伝統的な宗教道徳や文化、王政や天皇制を滅却するために携帯所持している武器が常に鋭利そのものであるように研いでおく必要があること、そして決して錆を作るような手抜かりがあってはならないことを意味している。コテ、これは言うまでもなく伝道の建築を指し示すものである。